地である工業都市としての道を歩み始めた大阪。昭和10年代には大大阪の呼び名のもと、人口は日本第2位となる300万人を超え、賑やかな大都市となった。また軍需産業が盛んであった。大阪は軍都の一面も有していた。1937年、日中戦争勃発。1941年には太平洋戦争へと突入した。1944年頃以降、日本の戦況は悪化し、米軍の戦略は日本本土の爆撃へと移った。人口が多い大阪は1943年頃には米軍の空襲計画に設定されていた。米軍の大型爆撃機がマリアナ基地から飛来し、軍需施設を狙った爆撃を行った。さらに1945年3月以降は都市部への本格的な無差別攻撃へと転換した。日本の木造家屋を焼き払うべく焼夷区画を設定した米軍の戦略は実に緻密なものである。Thank you.